はい、ダイハツショップ島中自動車の秋です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は待望の、タフトの G ターボクロモベンチャー、4WD ですね、がとうとう入荷いたしました。まあ、以前の動画の方では、G ターボの 2WD ですねの試乗車を主に撮影してたんですけれども、2台目ということで今回は、G ターボのクロモベンチャーですね、でさらに4WD を、装備した車をですね、ご用意させていただきました。で、まあ実際に以前の動画でもご説明させていただいたりしたんですけれども、外観が、見ての通り標準のタイプとちょっと変わってきているところですね。まあ、メッキパックとクロモパックですねを装着した場合は、まあ、ほぼほぼ同じような形になってくるんですけれども、まあ、それが最初からついてきているというような形で、装備されている外装になっております。まあ、ちょっと実際に、現物も見ながら、お勧めしたいと思いますけれどもね。でやっぱり真ん中の、メッキの部分ですね、クリアのメッキなんで、とても綺麗で、で、今回はレイクブルーのメタリックなんで、周りと明るめのメッキと合うんじゃないかなと思います。で下のアンダーガーニッシュですね、そちらの方もついておりますので、あるタイプとないタイプとでいけば、まあ、結構雰囲気は変わってくるかなというイメージはありますね。はい。まあ、側面はほぼほぼ変わらないんですけれども、まあ、これもメッキパックの、ドアハンドルのガーニッシュ、ドアハンドル部分ですね、こちらの方がメッキになってきてますけれども、標準のタイプでしたらこういうシルバー基調になっております。で後ろの部分もですね、真ん中に、ガーニッシュが入りますので、まあ、結構雰囲気これもまた変わってきますんでね、下もまた下の部分のアンダーガーニッシュもあるかないかで、まあ、雰囲気かなり変わってきますんでね、まあ、ちょっと可愛らしいおもちゃ感があるところは感じたりはしますけれども、まあ、さらにタフトの魅力が増すんじゃないかなと思います。案外まだこの色の組み合わせは街中でも見かけることは少ないかと思いますんでね、まあ、結構面白いんじゃないかなと思ったりはします。まあ、パネルの部分が柿色い色合いがついておりましたけど、まあ、この辺がちょっとね賛否はあったりはしましたけれどもね、椅子の部分もこういう刺繍の部分が柿色い感じになってたんですけれどもね、まあ、この辺がクロモベンチャーの方は変わっております。まあ、今回はね、タフトのグッズだらけを並べてみたんですけれどもね、カップホルダーにはタフトンがいてくれてます。でこういうパネルの部分がグレーに変わってきたんで、なんかかなりさらに内装がグッと締まってきたかなっていう印象はありますね。まあ、座席の方もカラーの刺繍がなくなった分グッとこう締まったような感じで、内装もさらにワイルドな感じが醸し出してるのかなと思ったりはします。まあ、乗った感じはね、特に変わりませんけれどもね、まあ、タフトのミニカーですね、これもあったりします。でタフトの、フキフキタフトって、まあ、こういうねクロスもあったりしましたけれどもね、これは確か先行予約だったかな、プラスティックサーモカフェマグというのがね。では実際にエンジンも始動していきます。まあ、この辺りもメーターのところが以前には柿色い状態が入ってたかと思いますけれどもね、まあ、この辺もグレー基調で統一感があります。ちょっと以前のタフトのエンジンスタートのメーターのところも見てみたいと思います。なんかこっちの方がやっぱワイルドでいいような気はしますね、まあ、勝手にそんな感じはしたりしております。まあ、今回からこの車でね、まあ、いろんなところを走ってみたいなと思ったりはしておりますけれどもね、でまた 2WD 車と 4WD 車の雰囲気の違うとか、まあ、その辺もご説明できたらさらにいいのかなと思ったりはしております。で今回は、まあ、オプションで、ついてるやつをちょっと装備したりもしてるんですけれども、これがフロントのサンシェイド吸盤がついて、前にこういう風にかけれますよと、まあ、サンシェイドで、まあ、日よけ代わりにはなりますけれども、まあ、結構ちょっとつけるのがめんどくさいところもあったりはしますね。これがいいのかどうかちょっとよくわからないんですけど、こんな風にはめたりでね、で、こういう風に隠していくみたいなところになります。
まあ、こんな形で車中泊したりする場合はいいのかもしれないですけれどもね。おー、サンシェードフロント5280円の用品になっております。で、次には、後ろの部分なんですけれどもね、こちらの方に当社のステッカーを貼らせていただいております。下中でありますね。まあ、結構個人的には好きなんですけどもね。で、バックドアを開きますと本来の状態からこれもちょっとオプションを追加して、つけてみました。まあ、ラゲージバーですね、ラゲージバーを2本追加して、フレキシブルボード2段モード取り付けキットっていうのがございました。これが本体、部品の価格が 19,470 円ということですね。フレキシブルバーを2本追加して、本来は、こちらの部分が下にあったんですけれども、これを上に上げて、で、まあ、あの2段に使いやすくして、でさらにバックドアを閉めた状態ですね。閉めた状態の時に、荷物が外から見えにくくなるみたいな、まあ、そういう状態に作ってくれるオプションにはなっております。まあ、これ結構便利かなと思ったりしますのでね。ただ難点がございまして、ちょっと段差で音がしたりしますので、まあ、しかし全体のフォルムもね、このレイクボールメタリック、やっぱり綺麗な色ですね。まあ、どんどんね、最近はタフトも走ってるのが増えてきましたけれどもね。はい、ということで、タフトのクロムベンチャー、Gターボ 4WD のご説明になります。まあ、外観で 4WD っていうのは全然わからないですけれどもね、まあ、クロムベンチャーということと、まあ、標準のタイプとっていうような違い、まあ、これも外観から言うともうほとんどわからないんで、まあ、後から あのパックのオプションつけられてたら、あ、全くわからない部分があるんですけれどもね。あと一つ判別する方法は、メーターのところと、あと座席の刺繍がどうかというところですけどもね。まあ、それを人の車でね、あのこれと近いので、この辺で覗いてたら、あの不審者として捕まっちゃいますので、そういうのは当然できませんけれどもね。はい、ということで、タフトのクロムベンチャー発売されました。実際のものもこちらの方にございます。またあの当社の方でね、実際に現物を見たいとおっしゃられる場合は、ほとんどの場合はあの当社のお店の方にありますんでね、ぜひまあ試乗もしてみたいよとおっしゃられる場合は、あのよろしければ大阪府泉南郡熊取と下中自動車で、配備しておりますし、でまたタフトをご検討の方については、ぜひともお声かけいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では本日はどうもありがとうございました。